東洋医学公益講座は未病予防協会の提供でお送りします。今日たまたまヤフーのニュースで日本の有名な美容家佐伯千津さんの訃報を見ましたんですけども、彼女の支援なんですけども、筋萎縮性側索硬化症っていう ALS という難しい難病で亡くなられたニュースで書いてありますけども、この筋萎縮性側索硬化症って何ですか、どういう病気かって調べてみたら、全身の筋肉が力が出なくなって最終的に呼吸もできなくなって心臓も動かなくなったりするという難病の一種。これを東洋医学で見ると筋肉の方から力出ないという症状では、これはまさに五臓でいうと火の病気です。なんで彼女はこういった病気で亡くなられたかということを調べたら、誤縁があるみたいで、なぜかというと彼女の生まれなんですけども、新居、昔の満州の新居、つまり長春という町です。これはまあ私のふるさとでもあります。あと彼女の誕生日は私の身内の誕生日と同じですので、結構ご縁があるなと思ってたんですけども、その誕生日で調べたら彼女は1943年の6月23日生まれです。1943年という年ってはどういった年かというと、五運六期で言うと小火という年です。つまり火の気が足りないという年になります。火の気が足りない年の場合は五行の生活関係で言うと火星土という関係です。火の気が足りないということですから、土の気が病みやすいといった症状、つまり病気になりやすいです。ですから皇帝大気の中では小火の年に土の気が狂いやすいですので、それによって火の病気、例えば下痢とかお腹張る、消化器系あまり良くない、食欲不振とか腹痛とか、あと面白いことなんですけども、全身脱力という病気がなりがちっては書いてあります。彼女のこの難しい病名なんですけども、筋萎縮性側索硬化症というわけわからない病名なんですけども、全身の筋肉の力がだん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 出なくなる、まさにこれ全身脱力といった病気です。彼女が生まれる1943年の6期の夏季の順番、血縁風木、小縁訓化、大縁湿度、小陽相加で陽明送金、そして最後は太陽完成です。彼女は6月23日生まれですから、ちょうどこの3の期の夏季は大縁湿度です。大縁湿度って3の期の夏季ってはその年の上半期の全体の気を司るという役割が担ってます。彼女の体質、生まれた時の体の中の6期の体質なんですけども、大縁湿度という気が支配されると言います。大縁湿度ですから、これも土の気です。土の気支配されるために土の気が病みやすいという性質を持っています。土の気は火、つまり消化器系の気の働きです。体の中の筋肉、特に肉、この肉はこの火のシステムに属します。彼女生まれた年に消化という年生まれて、消化だからそもそも土の気が病みやすいということと、あと生まれた年の上半期大縁湿度という気に支配されますし、彼女の6月23日の夏季も同じく大縁湿度ですから、土の気は病みやすいという要素が3つ揃えているということです。このために人生の中でこういう土の気が病むという病気、かかりやすいというのは、そういった運気が持ってます。佐伯さん難病にかかったのはいつかというと、ニュースによりますと、今年の3月公開した情報によりますと、半年前、去年の9月頃から右足の動きがおかしくなって、その後年末になってくると完全に動けなくなったというふうに書いてあります。去年の1年の運気というのは小土です。土の気が足りないという年ですので、2019年の気候の特徴と病気の傾向のところを話したことありますけれども、土の気が足りないという年にはまず火の気が病みやすいということを分かります。あとは去年の5の気なんですけども、5の気は
ちょうど9月の23日から11月の23日まで、周期は余命送金、これ毎年変わらないんですけども、茶器の方は退院出土です。これも土の木です。ですから小土の年に退院出土の木の時、この火の病気、つまり肉の病気が発症します。生まれた時の年は小火で、そして上半期の方は退院出土、生まれた3の木の木も退院出土です。でもいずれにしても土の木が病みやすいという年に生まれて、この土の木が病みやすい年に病気にかかって、その後ちゃんと土の木を良くするための治療を受ければいいんですけども、残念ながら病気の方はどんどん進んでしまって助からないことになったではないかなと考えられます。東洋医学の視点から考えると、この土の木が病みやすいという体質、つまり退院湿度といった体質を持って生まれた場合だとすると、土の病気、火の病気、体の肉の病気、消化器系統の病気になりやすいというわけですから、治療するときにこの退院湿度と気を調節するための治療の薬を使えば良いわけです。例えば消化雑病論の中には、この退院湿度の退院の病気の場合はどういった薬を使うかということを書いてあります。ですから治療するときにそういうものを参考すれば助かる確率は非常に高いんですけども、彼女はどういった治療を受けているか分からないんですけども、生まれた時のこういった自分の体質っていうのは生涯の健康管理、そして未病の予防のためには非常に重要ということですので、機会がありましたら自分の先天の体質一度調べた方が良いかもしれないです。